モデルプレスをご覧の皆さん、ダイソーの工藤大輝です。いや、今年はもうやることやってます。あんまり公には言いませんけども、年内には取れるかなと思いますけど。ちなみにサウナのアドバイザーみたいな、資格は取りました。車じゃないですけども、はい、明確な締め切りをしっかりと提示してもらうですかね。いつまでたっても、締め切りがないと仕事ができないタイプです。逆算して終わりに向けて動かないと動けないタイプなので、なんか日頃作りためたりとかはできないタイプですね。まあ車の免許を取ったと仮定して、キャンプよく誘われるので、最近はいキャンプです。挑戦で言うと、スキューバダイビングの免許は持っているので、スカイダイビングしたいですね。海攻めたら次空っていう感じでね、はい、やってみたいですね。インドアとアウトドア両方とも好きなので、ゲームとかもやるんですけ ど、まあ、なんか機械がないとできないようなことは大体外のことな気がしますね。僕は悠々白書ですね。かなり衝撃的でしたし、今でも読み返すのが一番多いのが誘惑ですね。90年代とか2000年代の昔の R&B とか最近聞き直してますね。洋楽邦楽問わず、なんか記憶を呼び起こしてます。プレイリストで聞いてほしいですね。なんか 90s R&B とか、そういうのが今すごいいっぱいあるので、そういうので聞いてみて、ハマったらそこから掘っていくみたいなのが良さそうな気します。ゲームって言おうと思ったんですけど、ゲーム結構シビアでストレス溜まるんですよね。真剣勝負なんで、そういう意味で言うとゲームではないので、やっぱね、ベッドの上 その睡眠ですかね。一番その目覚ましかけずに寝れるのが一番嬉しいです。7、8時間寝れたら結構もう十分かな。目覚めちゃいます。あまりないんですよね。まあいでもその去年ちょうど一瞬こう青にしてたんですけど、コロナ の緊急事態宣言の時で外に出ないのに青にしてしまって、すごく自己満足になってしまったので、もう一回やって何かしらちょっとみんなに見せたいなとは思ってます。